シャルル七世、シャルル七世、チャールズセブン、1403年2月22日から1461年7月22日は、フランスバロワ朝の第五代国王、在位、1422年から1461年、第四代国王シャルル六世と、王妃イザボード・バビエールの椅子を、勝利王、ル・ビクターと呼ばれた。日は、アンジューコールイ二世とヨランド・ダラゴン。 アラゴン・オフアン一世の娘の長女マリダンジュ。当時、フランスはブルゴーニュ派とアルマニャック派の内戦状態にあり、両派は王と王族の確保とパリの支配をめぐって争いを繰り返していた。1415年に、これを後期と見たイングランド王ヘンリー五世がフランスに侵攻し、アジャンクールの戦いでアルマニャック派を中心とする。 フランス軍に対象し、ノルマンディを征服した。シャルルには、兄がいたが、王太子、同ンであったルイが1415年に、ついで王太子となった、ジャンも1417年に死去した。そのため新たに王太子となったが、間もなく、ブルゴーニュ派がパリを制圧すると、フランス南部のブールジュに逃れた。千1419年に、王太子シャルルとブルゴーニュ公ジャン一世。 ムコア公は、イングランドに対して共闘すべく、和解の交渉を開始したが、交渉の場で王太子の支持者が、ムコア公を暗殺したため、後を継いだ、フィリップ三世、全領公は、イングランドと同盟して、王太子シャルルと全面的に対立し、トロワ条約を結んで、ヘンリー五世紀のフランス王位継承を支持した。この条約は、王太子、シャルルの王位継承権を否認し、 シャルル六世の死後は、王太子、シャルルの姉、カトリーヌ、キャサリンを比にしたヘンリー五世が、フランス王位を継ぐというものであった。その際に、カトリーヌとシャルル七世の母イザボー、対立派から、インラン王妃と呼ばれたは、シャルルが王の子ではないことを示唆したとされ、以降シャルルは、正当な王の子ではないのか、あるいは、狂人の子なのか、悩むことになったと言われる。 しかし1422年、ヘンリー5世は、バンセンヌの森で急死した。また、シャルル6世も、同年10月21日に死去し、フランス王位は、ヘンリー5世とカトリーヌの間に前連に、生まれたばかりのヘンリー6世イングランド王位と共に、継承することとなった。ただし、正式に、フランス王として、大冠式を行ったのは1431年。一方、 シャルル7世もアルマニャック派の指示の下でフランス王位を継承すると宣言したが、ブルゴーニュ派はこれを否認し、シャルル7世は正式にフランス王として即位することができなかった。彼はアルマニャック派以外からは相変わらず王大使、あるいは部別的にブールジュの王と呼ばれた。一方、イングランドはブルゴーニュ派と再び提携して、1428年10月には、 アルマニアック派の拠点であったオルレアンを包囲したオルレアン包囲戦。ここを落とせばフランス南部へ一気に進行できるはずであったが1429年5月にジャンヌ・ダルクの活躍によってイングランド軍はオルレアンの包囲を解いて撤退せざるを得なくなった。そして6月にパテへの戦いでジャンヌ・ラ・フランス軍はイングランド軍に連勝。7月17日、シャルル7世は ランスへ赴もき、ノートルダム大聖堂で正式にフランス王として戴冠式を挙行した。その後ジャングは1430年5月のコンピエーニュ囲戦で捕虜となり、翌1431年5月30日に家計に処された。しかし1435年のアラスの和訳で、ウルゴーニュ派と和解した後、シャルル7世位率いるフランス軍は着実に勢力を伸ばし、 フランス王国、アルティールドリッシモンの下で、軍政改革を推進、1440年に反対した貴族の反乱、プラグリーの乱を、新圧、1449年にはイングランドからルーアンを脱回し、1450年にはフォルミニーの戦いで、イングランド軍を破って、ノルマンディを脱回した。そして1453年のカスティヨンの戦いで、 牛イエンヌを脱回することで、フランスにおけるイングランド領の大半を奪取するとともに、百年戦争に終止符を打ったのであった。1456年には、ジャンヌ・ダルク復権裁判を行って、ジャンヌの名誉回復を図っている。その後は百年戦争で荒廃した国内の復興に、励み、財政の再建、官僚機構の整備、王国上備軍の創設などを行った。 しかし晩年は、息子ルイ11世との対立に苦しみながら、1461年7月22日に死去した。一説には、息子との争いで殺されることを恐れて、食事を拒み、餓死したとも言われている。シャルル7世といえば、ジャンヌ・ダルクを見殺しにしたということで有名である。その理由については未だに不明である。シャルルはもともと権力と切り離されて生きていたが、 予きせぬ形で政治の表舞台に出ることになった。それ、個政治家として未熟であり、大いについたばかりの彼は、自分の意志を貫き通すことができ、ジャンルを快く思わない側近に、彼女を助けないようすり込まれたのだという説。シャルル七世はもともと、ジャンルを利用していただけで、大いについた時点でジャンルはもはや用済みだとみなして、とよく追い払ったという説。 ジャンルがいずれ自分の地位を脅かす存在になることを恐れたという説など、様々な説があるが、敵に身の白金を払いたくないからと味方を見殺しにする人物ではなか身の白金を払って助け出した代表的な人物として、シャルル・ドルレアン、ライルコとエティエンヌ・ド・ビニョルがいる。また、アントニオ・モロシーニの年代記に次のような記述がある。これが事実なら、 ジャンルを助けられなかったのは事実であるが、全く何もしなかったわけではないようである。フランスの研究者が2004年秋にシャルル7世の愛称であり、宮廷に影響力を振っていたアニエス・ソレルの遺骨などを調べたところ、高濃度の水銀が検出されたことを発表した。当時は薬として使われることが多かったが、薬にしては服用量が多すぎるため毒殺と判断された。 ソレルは、それまで男性にのみ使われていた宝石ダイヤモンドを女性として初めて身につけた人物である。一階の羊会であるジャンヌ・ダルクの起用を英断して、危機的状況から勝利により100年戦争を終結させた功績にもかかわらず、擬曲や創作物などでは、暗具な国王として描かれることが多い。これは本来共闘すべき存在であったジャン・ムコワコウを、 暗殺してブルゴーニュ派を敵に回したり、ジャンヌが自分の国を守ろうと戦ったがためにブルゴーニュ派の手に落ちた際、多額の身の代金を惜しみ、見殺しにしてしまったことなどの影響とみられる。ただ、シャルル七世が百年戦争によって荒廃した、フランスを復興させた功績を忘れるべきではない。彼はその死に臨み、フランス王国をクロービス以来とも言えるほど平和で、 正義と秩序に満ちたものにしていった、ルイ十二世までの年代記略パリ国立図書館、所蔵フランス語写本第4954番より、王妃マリーダンジュとの間に十二人の子女を設けた。また愛称アニエス・ソレルとの間に三人の書室の娘があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。